今回はオーケストラと一緒に共演するコンサートなんですけども、出会う楽器によってバイオリンの鳴り方もこんなに違うんだっていう、こう人格が変わるようなくらい音色って変わるので、シンフォニックな響きとともに、3部構成に分けてお届けしたいと思ってます。と一つはタンゴとかジプシー音楽みたいな情熱的な激しい、音楽をお聞かせする、もう踊るように演奏するのが一つと、あと誰もが知ってる名曲、ミュージカル映画のウエストサイド物語だったり、シェルブールの雨傘だったり、あと男はつらいよだったり、フィギュアスケートによく使っていただく曲があるんですけど、レッドバイオリンだったり、羽生結弦選手が使ってくださったホワイトレジェンドだったりっていうのももちろん演奏したいと思ってます。あともう一つは和楽器とともに西洋と東洋の響き合う、そんな音楽の世界観を映像と一緒に、感じていただく、こうドラマチックなコーナーと、その3つで構成したいと思ってます。コンサートって音だけじゃないので、どうその世界観を来てるお客様にフルに感じていただけるかっていうのを結構欲張りに考えて、映像もこう最先端技術の映像でこう立体的に舞台上でこう同化するように見せる技術が最近すごい進んでて、ちょっと幻想的な一体感のある、こうリアルと映像が一体感のある演出にしたいなと思ってます。そうですね、この20年で自分が何のためにバイオリンに出会ったかっていうのをやっと分かるようになったっていうか、それまでの音楽人生はやっぱりこう先人たちが築いてきたものとか、お手本に向かって頑張ってた時期だと思うんですけども、バイオリンの新たな可能性だったり、こう自分にしかないこう表現方法だったりっていうのに出会い続けてきた20年なので、もうそこにこうバイオリンを弾くことへの楽しさがこの20年でもう何倍にもなったので、感謝の気持ちを込めてそういう面を見ていただきたいなと思って、これまでバイオリンコンサートに触れたことない方でもきっといろんな意味で楽しんでいただける舞台になってますので、あと若いこうこれからのアートを目指すような、音楽やアートを目指す方にも、こういう表現の方法があるのかっていう新しいこうヒントになるような舞台でもあると思うので、ぜひいろんな方に来ていただきたいですね。もう本当世代を超えて3世代で楽しんでいただけるコンサートになっていると思うので、はい、20周年の記念コンサートになります。バイオリンっていう概念を超えて歌うように、踊るように、演じるように、演奏する舞台をぜひ、感じにいらしてください。お待ちしています。